DV とは、1994年、HD デジタル VCR 協議会より、家庭用として発表されたデジタルビデオの規格の一つ。開発当初は、ハイビジョン映像を弱い圧縮で記録する VTR であったが、製品としては1995年に SD テレビ映像を記録するビデオカメラからスタートした。その後 HD 記録の製品化が進まない中、SD 記録の製品が普及して DV=SD 映像規格となり、HD 記録、圧縮されたテレビ放送の記録については事実上廃案となった。テープは小型ビデオカメラ用のMiniDVと据え置き型デッキ用の標準 DV の2種類存在する。1999年発売、ソニー WV-DR7。標準、MiniDV& S-VHS-C。両体を据え置き式、ダブルデッキパナソニック NVDV10000 デジタル、ビデオレコーダー DV カセット、後方からディボシム、L、ディボクプロ、M、MiniDV使用する、ビデオカセットテープと呼ばれる磁気テープには、据え置き型デッキ、大型カムコーダ用の標準 DV カセットと、小型、家庭用カムコーダ用のMiniDVカセットの2種類がある。テープ幅は両者とも 6.35mm で、カセットサイズによって映像圧縮率や記録方式、記録密度は変わらないので、映像音声の品質は同一であり、記録時間の長短のみが差異となる。標準 DV カセットでは、一般的な180分カセットでの記録時間は、標準モード180分、長時間モード270分であった。MiniDVのカセットサイズは横 6.6 縦 4.8 厚さ 1.2cm で、記録時間は DV 形式のビデオを標準で60分、長時間モードで90分となっている。標準 DV カセット用の据え置き型デッキでもアダプター等を装着することなく、MiniDV カセットテープの録画再生が可能である。MiniDV については、それまで広く用いられていた 8mm ビデオや、VHS-C など、アナログ方式のビデオカメラと比較すると、より小型軽量化され、圧倒的に高画質である。一方で発売当初のMiniDVテープの価格はハイ8、テープの3倍近くしたためすぐには普及しなかった。テープ価格が下落した2000年代前半に、家庭用ビデオカメラの市場は一気に DV 方式へと移った。当時ビデオカメラを発売していた、ソニー、松下電器産業、日本ビクターシャープキヤノン、日立製作所から発売されたほか、京セラなどカメラメーカーも OEM で参入した。一方で、標準 DV カセットのカムコーダはMiniDVと比べてごく少数に止まった。そのため主に据え置き型デッキとして発売された。DV 単体デッキがソニー、松下からまた、DV と VHS とのダブルデッキがソニービクターから発売された。据え置き型デッキもカムコーダーの場合と同じく従来の主流である VHS よりもはるかに高画質であったが DV 規格が発表された1994年、当時のアナログ放送のエアチェック用途にはオーバースペックであった。また同時期の VHS など従来方式のビデオデッキと比べて価格もかなり高かった。そのため家庭用としてはほとんど普及しなかった。VHS 規格のビデオデッキの後継としては、記録可能な DVD が登場して、その役割を担った。わずかに販売された機器は、ほとんどが映像編集用途に限られた。そのため、標準 DV、カセットテープ対応機器は、ほとんどが業務用という位置づけとなり、従来、業務用用途を中心に普及したアナログビデオカセットテープであるユーマチックの代替メディアとしても機能した。それらの機器やメディアは主に施工会社や特機店と呼ばれる業務用映像機器の専門店で扱われた。この用途ではビデオカメラのみならずデッキの販売も好調で各社により DV をベースにした業務用規格が作られ VP 制作をはじめ広く使用された。企業や学校などが業務用に比べ価格が安いことを理由に民生用の DV デッキを映像編集用途に採用するケースもあった。その後、記録メディアに直径8センチメートルの DVD を使用するものや、小型ハードディスク、SD メモリーカードなど半導体のフラッシュメモリを使うカムコーダが各社から相次いで発売され、DV カメラの市場は先細りとなった。2000年代後半以降、放送規格のハイビジョン化の趨勢の中、カムコーダにもハイビジョン対応が求められるようになり、DV 規格の機器の生産は終了した。カセットテープの生産、販売については、後述の HDV 規格の用途もあるため、現在も継続している。MiniDVカセットの分解写真上述の通り、DV 規格にはハイビジョンに対応する HD 仕様が存在したが、実用化がなされずに終わった。しかしながら、DV のカセットテープやメカニズムを流用する HDV 規格が日本ビクター、ソニー、キャノン、シャープの4社により策定され、2003年9月30日に発表された。民生市場でのテープ離れは激しく、DVD や HDD、メモリーカードに記録するアベッジの方式のハイビジョンカメラが規格化されて主流となり、HDV 方式の録画、再生機器の生産は終了している。業務用市場では、長年培われてきた磁気テープによる記録への信頼が依然として高く、また低コストでもあるため、民生用製品の終了後も販売が継続されていたが、光ディスクやメモリーカードへの記録方式への移行が進み、2015年12月をもって機器の生産が終了した。テープに記録される際に利用される DV 圧縮には以下のような特徴がある。ありがとうございます。